泥ソース3 6 0ド泥ソースは、兵庫県神戸市の調味料メーカー、オリバーソースが製造販売しているソース。同種のソースは、オリソース、たまりソースなどの名称で他社からも発売されている。泥は、オリバーソースの登録商標日本第308万4659号で、あるが、この種のソースの一般的な故障として用いられることも、多い。 ウスターソースの熟成期間中に底部に自然沈降した粘り気の多い沈殿物のことでオリソースと呼ばれている。商品名の泥はその粘りのある正常に由来するものである。泥はソース熟成時に必ず発生してしまう副産物で野菜や果実、香辛料などの成分が豊富に含まれる。基本的には 商品価値のない廃棄物として処理されるが、強いうまみとコクのあるものとして、業界内では知られており、オリバーソースの前身である、同番調味料研究所も1936年から、配布を行っていた。昭和時代の神戸市内では、一部の飲食店で、少し辛めの隠し味として扱われる知る人ぞ知る、貴重品であった。 特にお好み焼きを扱う店では珍重され、あの街のあの店には辛いソースがあるという噂が口コミで伝えられ、店によってはよほどの常連にならなければお目にかかれないソースとして、いわば裏メニュー的な扱いをすることもあったほどである。オリバーソースは濃厚ソース中心に開発、製造、販売を行っており、その一環として1993年から、 沈殿製法と呼ばれるウスターソースの伝統的な製法によるソース製造に取り組むようになった。芳醇なソースを作るために野菜果実、香辛料をふんだんに使用して理想的なウスター母液を作ると製造時の沈殿物としての泥の量も増大することになるが、オリバーはこの泥を無償配布や廃棄ではなく商品として売り出そうという逆転の発想を行ったことで、 その成分や品質も安定するようになり、質と量の両面でこの泥を商品化することが可能になった。こうして、同年3月から泥ソースの製造、販売が行われるようになった。発売当初から順調に売り上げを伸ばし、さらにそば飯ブームの影響で、テレビ番組で取り上げられた直後の2000年12月には、前月比60%増と急増するなど、そば飯、 ブームを生かして、売り上げを年々拡大した。その結果、こだわり商品の一つとして、スーパーなどのソース売り場で販売されるようになり、オリバーソースを代表する商品として、業務用、家庭用で発売されるようになった。沈殿成分の主なものは、高人量であるためかなり刺激が強く、調理に使用する際は使いすぎに気をつける必要がある。 ソース特集関西地区イコールオリバー農耕中心の開発また。日本食料新聞。ABCD オリバーソースドロソース順調に市場浸透。日本食料新聞。AB オリバーソースドロソース8ヶ月で55万本と販売好調。日本食料新聞。オリバーソース遠隔、オリバーソース高付加価値ソースクライマックスシリーズ発売。 日本食料新聞。オリバーソースの、泥ソース、そば飯ブームの中でブレイク中。日本食料新聞。ソース特集、関西で活躍する、ソオリバー。日本食料新聞。ソース特集、今、ソース売り場は、健康、こだわり素材がトレンド。日本食料新聞。ソース特集、メーカー各社の動向イコールオリバー。日本食料新聞。 ありがとうございます。